夏の隠れ家は騒がしく何も知らぬ僕たちをただ静かに佇み世界の外側いざなういつの間に走り出す答えはまだ見つからないけれど手を伸ばす想い忘れないで虹色どれにしようかな何入れようかなレベルアップどこに入れよう何入れようかな入れる場所はどれにしようかなよし、行け！何作ろうかな？レベルアップ！材料はまだまだすごくなるかも！入れる場所は入れる場所はかな？材料はレベルアップ！材料は入れる場所は錬金術自体の方には両派から技術を学んで進歩した感覚はあった？うん、集中してやったせいかすごく実感できたよ。調合するもののイメージがより明確になったというか。そういや、元はそれが目的だったんだよな。今でもそうだ。なのにいつの間にか面倒な問題に巻き込まれ、いや飛び込んだのか。まあ、だからこそのライザだけどね。何がだからこそなのよ、まったく。なんだ？ガラスや石のぶつかる音がすごいな。それだけ職人が多いってことか。これで平気だ。
準備してきたよ。あとは任せるね。はい、受けたまわりました。待っていてください。すぐに取り掛かります。あ、受付のアンナさんだっけ。は、はい。皆さんありがとうございます。何に対する感謝でしょう。組合長代理のこと。ごめんなさい、ちゃんと説明を。私もともとサルドニカ出身ではなくて、工芸が好きでこの町にやってきた人間なんですが、それでも組合長代理が今日までたくさん苦労してきたのは知ってます。お父上が亡くなって、若いのに後を継いで、右も左もわからないのに立派に振る舞って、私は事務仕事くらいしか能がないから何も手助けができなくて、最近は特に彫像の件もあってずっと難しい顔をされていたように思います。そうだよな、あんなに若いのに。でも皆さんが来て状況が変わって、それから表情も前向きになったって思うんです。だからありがとうございます。私ではあの子を助けてあげられなかった。アンナさん、そうやって思いやってくれる人が近くにいるだけで意外と気が楽になったりするものだよ。そうだと嬉しいです。フェデリーカ・ランベルティ交渉組合長代理、ついに正規の彫像を制作する派閥を決めるとのこと。素材も技量も全てこの日のために整えました。あとは開始の号令を受け取り工房へと飛び込むのみ。誇りと伝統を積み重ねた我ら魔石派がこれからも変わらずサルドニカを守ってゆきましょう。どうぞ我らガラス派にお任せあれ。自由と未来の気風を持ってサルドニカを支えましょう。相変わらずやる気満々だな。でも組合長代理、どうかしたか。これより裁定を下します。アンナ、あれを。あ、はい。これは魔石の品。まさか。おお、よくぞ決断を。まだ半分です。ガラス細工の傘。組合長代理、今さらこのような折衷案など。待て、アルベルタ、よく見ろこの傘。ただのガラス細工ではない。細かな魔石が全体に散りばめてある。しかしこの透き通った発光は。接合面に濁りがない。ガラスと見間違えるわけだ。組合長代理、これはどうやって作ったんだ。この傘は父の遺産を用いて私が作りました。ランプはライザさんが錬金術と交渉の技で、かつて父が幼い私と思い描いたものがこれなのです。
交渉なら、ここから父の思いを汲んでください。父の遺産、ガラスと魔石をつなげたデュエット溶剤です。たくさん用意したので好きに使ってください。アルベルタ、サベリオ、これで何が作れるか思い描いたらワクワクしてきませんか？うん、それは。ああ、確かに。参考となる品がランベルティー家の工房にあるので、二人とも覗いていってください。あ、そうだ。正規の彫像に関する事柄は当面停止します。両派とも試作してみないと意見が出せないでしょうし。行きましょう、皆さん。いや、終わった終わったのかな。とにかく一度アトリエに戻ろうか。どこか行くのか？こんなにすっきりしたのは生まれて初めてです。あれでなんとかなったのか？俺にはさっぱりわかんねえ。お二人には通じたみたいだし、いいんじゃないかな。大量のデュエット溶剤と我が家の工房を見て何も感じられないのであれば交渉失格です。まあ、アルベルトとサベリオなら大丈夫でしょう。無駄ないさかいもなくなれば組合も楽になります。皆さんが町に来られなければ、協力が得られなければ、この結果にはつながりませんでした。心から感謝します。気にしなくていいよ。私たちはやりたくてやっただけ。本当にそれだけなんだから。得るものも得たし、まあお互い様ってとこだろう。過去形で語っていいの？ライザが十分な技術を手に入れたかはまだ分かんないんじゃ。勘だけで言うなら、魔石の光源を調合した時にこれでいけるって感じたけど。分からないなら調べてみよう。今までもそこそこ便利に使ってはきたけど、これが鍵の形をしてるのは多分鍵を連想させて生成の助けとする、それだけの理由でしかないと思う。生成される鍵はただこいつの機能で生じてるだけ。それを強化するにはどうすればいい？軽く聞いてはいましたが、あれがカーク群島の謎を解く鍵なんですよね。うん、私たちも便利に使ってるけど、どういうものなのかまだ分かってないの。やばいものだったら俺たちで止める。そのためについてきてるんだ。多分こいつは周囲の力をかき集めて鍵の形に変換する道具なんだ。なら周囲から集める力を増やす。どうやって？大きな力をそう都合よく集めるなんて不可能だ。じゃあなんでいけるなんて感じたんだろう。私がここで得たものに関係あるのかな。これまではひらめきと直感に頼ってた調合が、工芸技術を学んで鮮明に想像できるようになった。鮮明に想像して調合した方がいいものが。あ、そっか、鍵も同じで。ありがとうフェデリーカ、分かったかもしれない。え、はい。なんとなくの想像で鍵を生成するとき、集まってきた力の大半は逃げてしまってたんだ。歯車が回り始めたかな。ああ、ブンブン回ってるのが聞こえるぜ。これは本格的に帰り支度をする必要がありそうだな。そっか、サルドニカともいよいよお別れだね。え、つまり
あらかじめ器を用意しておけば力を逃さずに鍵に込められるんだ。うん、いける。この新しい鍵ならあの扉を開けて宮殿の奥に乗り込める。こんなに大きな鉱山があるなら鉱石取り放題よね。どれにしようかな。入れる場所は、入れる場所は、材料は、入れる場所はこんな感じ。よし、行け。力のこもっていない空っぽの鍵を用意しておいて、後からそこに力を注ぎ込むってことで合ってるか。そういうこと。そうすると無駄なく効果を高められるんだ。へえ。分かったような、分かんねえような。命名するなら、全てを受け入れて染まる無垢の鍵ってとこかな。ライザ、声が聞こえるとか気分の悪さとかそういうのは何もなかった？うん、大丈夫大丈夫。作らされたものじゃなく、私が思いついたものだからかな。それも罠じゃなけりゃいいがな。またそうやって喜びに水を差す。心配してくれるのは嬉しいけど、やりすぎは逆効果だよ。さーて、実験といきましょうか。近くにちょうどいい場所はないかな。北西に大きなランタンが見えたんだけど、あそこはどうだろう。行ってみよっか。なんだか見られてる？平気だとは。
俺たちにかかればこんなもんよ。ここならちょうどいいかな。無垢の鍵って言ってたよな。これまでと何か違うのか。ううん、やることは同じだよ。周囲の力を集めて鍵に込める。早速やってみよう。この辺いいものがありそう。ちょっと見ていかない？これも使えるのか？僕たちの出番だね。新しい鍵が…できた！すごいよ、ライザー！僕らにも今までとは一味違うってわかるくらいだ！まったくな。途中ドタバタしてもなぜかそうなる。この調子で鬱陶しい声だのなんだの全部ぶっ飛ばしちまおうぜ。うん、これで一気に解決できちゃうかも。サルドニカに滞在する間だけでもいいんです。私がいれば両派への橋渡しも話が早くなるはずです。目的は達成したんですものね。サルドニカとももうお別れか。どこに行くの？素材集めに行くの？知らない場所を自分で歩く楽しさ。こんな感じかな。ライザなら有効活用してくれるよね。どこに行くの？街の中ばかりなので、こうして街道を歩いていると少し新鮮です。
さて、どこで使えるんだか。え、さあさあ、集めちゃいましょうね。僕たちの出番だね。あ、発見。何か貴重なものが見つかりそう。少し見て回りたいな。敵だ、気をつけろ。背中は任せたぜ、ボス。おやぞ、終わりか。背中は任せな。二刀で決める。行くぞ。どうだ、ここは任せる。二つよ。よし、今なら行けそう。やったね、ライザ、頼んだ。いい修行になったぜ。みんな無事でよかった。ワクワクするよね。見つけたものはちゃんとしまっておけよ。ここにしよう。のどかで。